篠塚健二郎、篠塚健二郎、篠塚健二郎、1948年11月20日体は日本のラリードライバー、東京都大田区出身、東海大学工学部工業科学科卒業、三菱自動車の社員ドライバーとして活躍し、世界ラリー選手権とパリダカルラリーで日本人初の優勝者となった。愛称は篠健。小学生の頃は、 乗馬、中学生は自転車、高校生はオートバイと乗り物に親しみながら育つ。1967年、大学入学後に運転免許を取得し、友人の誘いでナビゲーターとしてラリーに参加し魅力を打ち。その後はドライバーとして頭角を表し、大学3年の時には三菱自動車工業のワークスチーム、コルトモータースポーツクラブ、CMSC に、 スカウトされた。大学卒業後、1971年に三菱自動車に入社。販売店のセールスマンや整備工場のメカニックを経験しながら、週末はワークスドライバーとして日本各地のラリー競技会に出場し、1971年、1972年にはコルトギャラン1600リットルに乗り、全日本ラリー選手権で2年。 連続シリーズチャンピオンを獲得した。1974年から海外のサザンクロスラリーに挑戦し、1976年の WRC サファリラリーでは日本人初の6位となり、ナイトニングケンジローの異名を取る。しかし、オイルショックや排気ガス対策のため三菱が1978年にワークス活動を休止したた、篠塚はラリーから離れ、 販売推進部で宣伝を担当するサラリーマンとして働いていた。三菱は1983年より世界一過酷なモータースポーツといわれるパリダカパリダカにパジェロで参戦。1985年に初めて総合優勝したが、日本国内における認知度を高めるためには日本人の活躍が必要と判断した。 俳優の夏木洋介と一緒に出場する選手として、当時37歳の篠塚が8年間のブランクを経て、競技に復帰することになる。1986年のパリダカは、夏木と共に市販車無改造クラスに出場し、総合46位、マラソンクラス6位で完走。1987年は夏木が監督を務めるチームシチズン夏木より、 前年型のプロトタイプパジェで出場し、三菱ワークスを上回る総合3位を獲得。その検討ぶりを NHK がスポーツニュースで報じたことで、マスコミに注目され、第一にフル参戦した中島悟と並んで、パジェロ、篠塚、パリダカ名が一般的に浸透した。1988年は総合2となり、以後も三菱ワークスのドライバーとして、 総合優勝争いの前線で走り続けた。1988年にはアジアパシフィックライン選手権の初代チャンピオンを獲得。WRC では1991年のコートジボワールラリーでギャラン VR-4 をドライブし、日本人ドライバーとして WRC 初優勝を成し、日本人初の国際自動車連盟公認、AC ド,ドライバーとなる。 1992年は、同ラリーを連覇。また、サファリラリーでは1994年1995年に、ダンサーエボリューションをドライブし、2年連続2位入賞を果たしている。パリダカ改めダカールラリーでは3戦1 2年目の1997年に、48歳にして、日本人初の総合優勝を成し遂げた。2000年のダカールラリーでは、 大転倒で腰骨を骨折。より競技に集中するため家族と共にパリの三菱事業所に赴任したが、2002年のダカールラリー総合3位を最後に三菱自動車を退社した。三菱ラリーアート側は53歳という年齢からマネージメントへの転身を打診したが、本人は現役活動にこだわり、結果として30年間のサラリーマンドライバー生活に終止符を打った。 2003年には、プロドライバーとして、日産自動車と契約し、ダカールラリーに参戦したが、高速クラッシュで顔面を強打し、渋滞説も流れるほどの大怪我を負う。2004年2005年は、日産のサテライトチームから参戦したが連続リタや、日産のワークス活動も2005年で打ち切られる。2006年は、体力の衰えやラリー活動40年を区切りとして、引退することを、よし、 初めてプライベーターとして参戦。車両故障でリタイアし、ラリー人生に一旦ピリオドを打った。しかしその後、東洋ゴム工業からラリー用タイヤの開発を目的として2007年のダカールラリー参戦のオファーを受け、イタリアのチームから日産パスファインダーで出場することになった。その際、前年の引退表明は表彰台を狙うような走りで勝負するのは 今回が最後という意味であり、ラリーを引退するつもりはないと語った。本番では5年ぶりにゴールまで完走した。還暦を迎えた2008年も出場を予定していたが、テロ予告により大会が中止となった。南米開催に移行した2009年以降は出場していない。2009年夏には、ラリーモンゴリアに主催者がスタッフとして参加し、リタイアした。 ドライバーナビゲーター等を収容する、ミオンバレーの運転を担当した。それまで、篠塚は、トラックを運転した経験はなく、免許もないということで、大型免許を取得するところからスタートし、開催期間中はほとんど不眠不休でリタイア者の収容作業にあたることに行った。2010年代は、ラフェスタ・ミルディメディアなど、国内外のクラシックカーラリーを中心に、 現役活動を続けている。2015年よりタイで行われるアジアクロスカントリーラリーに鈴木ジムニーシエで出場し、2015年から2017年に改造車、ガソリンクラスで優勝した。2019年のアフリカエコレイスでイスズディマックスを操り総合34位完走、クラス2位。2008年の春、母校の東海大学チャレンジセンターの ソーラーカーチームの学生が同年9月28日から10月8日にかけて南アフリカ共和国で開催される国際自動車連盟公認のソーラーカーラリーウスアフリカンソーラーチャレンジ2008へ出場に向けて悪戦苦闘している様子を知ったこのソーラーカーラリーはアフリカ大陸発の大会となり全長 4000km 超えの世界最長のソーラーカーレースであった 同大学の木村秀樹教授からの要請もあり、特別アドバイザーに就任し、ソーラーカーのドライバーも務め、総合優勝の達成に大きく貢献した。2009年10月、オーストラリア大陸のダーウィンアデレード間の 3000km を走破する、グローバル、グリーンチャレンジ、ワールドソーラーチャレンジから発展に、東海大学が制作した新型ソーラーカー、都会チャレンジャーで出場。 2以下に2時間以上の大差をつけて優勝を飾った。このソーラーカーには、シャープが提供する変換効率30%、出力1 8キロワットの高性能な太陽、電池などが搭載されていた。6メートル以下という太陽電池面積の新レギュレーション下で世界最速となる時速1 0 0 5 4トルの平均速度記録を樹立した。レース中の最高速度は、 チーム計測値で時速 123km を記録した。2010年5月23日、高橋久子がフロントランナーを務めるスマイルアフリカプロジェクトの第2回外ことサファリマラソンにおいて先導者として用意されたソーラーカーエラオドライブ。7月9から11日にかけて群馬県のイカホ温泉で開催されたクラシックカーラリースプレンドオーレイカホに アルファロメオ2600スパイで出場、40位で完走した。このラリーでは、息子の健太が、子ドライバーを務め、初の親子参戦が実現している。2010年9月22から10月2日、サウスアフリカンソーラーチャレンジ2012でする、東海大学チャレンジセンターチームに参加し、ソーラーカート会チャレンジャーのドライバーを担当する。 早々高距離 4061.8km を45時間5分で走行して優勝し、同大会で2連覇を達成。この時の平均速度は時速 90.1km であった。2011年10月、オーストラリアで開催されたワールドソーラーチャレンジに東海大学チームのドライバーとして参戦し、2009年に続き大会2連覇。 南アフリカ大会と合わせた国際ソーラーカーレースで4連覇を達成した。2012年、4年間ドライバーを務めた東海大学チームを離れ、本人が代表を務めるソーラーカーチーム篠塚を結成。投資は鈴世などがスポンサーとなった。FIA 公認のソーラーカーレース鈴鹿では、オリンピアクラス3位、サソールソーラー、チャレンジサウスアフリカでは、総合2位、 アドベンチャークラス優勝となった。この南アフリカ大会の模様は、2012年10月27日に BSTBS で放送され、実施の糸木健太がナレーションを務めた。2014年8月、沖縄県宮古島市の下地島空港の滑走路にて、ソーラーカーセ開催高速記録を更新。滑走路、往復500メートル走行を高電管で計測し、 8月22日には、ギネス公式認定員立ち会いの下、それまでの世界最高速記録だった時速 88.738km を破る時速 88.891km を記録し、即日認定された。8月20日にも、時速 91.332km を出して、世界最高速記録を更新していたが、 当日は認定員不在だったために後日証拠とともに申請し、その記録も認められたため、最終的な認定記録は時速 91.332km となった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。